あ、そう。ワッシー無限アパレルのたけちゃん。この無限アパレルでは知識と個性を掛け合わせて自分にしかできないスタイル、自分が欲しい服は自分で探していこうというチャンネルになっております。メンバーシップじゃったり、ラインスタンプじゃったり、Amazon の欲しいものリストじゃったり、概要欄に書いてるからよかったらこのチャンネルを応援支援してやってください。絶賛、2月の23日から始まる大阪ポップアップ&オフ会に向けて準備をしょるところなんじゃけど、昨日上げた動画を見てくれたじゃろうか。わしは個人として動き始めとって、独立すべく準備をしとって、その初めてのお披露目が大阪のポップアップになるわけなんじゃけれども、その準備に日夜追われとる中で、やっぱり、わしが独立したからってみんなが来てくれるわけじゃねえ。1万人という登録者数が一応この YouTube に関してはおるけれども、その方々がみんなね、もろ手を挙げて関西に仮に住んどる、大阪に仮に住んどるとしても来てくれるわけじゃねえ。そこはやっぱり服を媒介にして皆さんと会う以上、服に何かしらの良さだったり、おめえんところで見れる服の良さがあったりっていうところがねえと難しいなとわしも思いながら、日々、それに向けて不安な思いもありながら来てくれるように来てくれるようにと思いながらいろいろ準備をしております。そんな中で作らせてもらったのが、服について高いと思うか安いと思うかっていう動画を昨日上げさせてもらいました。そこでまあ年始かな、1月の初めぐらいにブランドのアイテムについての高い安いの動画は過去に上げさせてもらって1万再生超えて、わしの中では結構再生が回ってる方なんじゃけど、古着の高い安いどう思う、その理由についてをお話ししていきてえなと思います。まずあくまでわしが考えることではあるんじゃけど、第1に安く買いたい、これだけでいい、人は個人店は合わないことが多いと思う。二つ目に、高いと感じたら、アイテム単位で高い安いは感じる人おると思うんじゃけれども、このお店高いわーって思った場合は、そのお店とそのお客さん、需要と供給が合ってないっていうことになっとると思うんじゃけど、この二つを聞いてちょっとイラッとした方もおるんじゃねえかなと思うんじゃけど、その理由だったり、どういう仕組みに古着の業界はなっているのかっていうのを、古着の業界にまあ、身を置いとる人間としてお話をさせてもらいたいなと思います。行ってみよう。今日は高い古着、安い古着、その理由とはについて話していきたいなと思います。冒頭で挙げた、まず第1の、安くさえ買えればいいなら個人店は合わない。この理由について話していきたいなと思います。まあ、合わないことが多い。個人店においても、物によっては市場価格というものより安く買える場合も、物によってはあるんじゃけれども、基本的に個人店というお店は、物の価格が、仕入れ値が高くなる可能性の方が高いから、値付けはそのお店が利益を削って値付けをすればもちろん当然安く出せる場合もあるけど、基本的な構図としては相場よりは高くなってしまう、仕入れ値が他の大手と呼ばれるようなお店よりも高くなってしまう、圧倒的に高くなってしまう構図があると思います。そんな中で良心的な値付けができるものもあったりするけど、それはたまたま仕入れが安かったか、たまたまその利幅を削ってお店さんが値付けをしているかのどちらじゃねえかなと思います。あと加えて、古着の大手というお店、例えばウィーゴーとかも今は卸をやっとったりするんじゃけど、もう本当に多くの商品を捌くために、大体のもう大手の古着屋さんみんなが行っとるところって卸もしてることがほぼほぼじゃと思います。そんな中で多くのものを仕入れて、やっぱ捌くルートの一つとして卸を使ったんじゃけど、まあ基本的にはいいものを仕入れて、いいものがあれば自分のお店に売って、まあ自分のこのターゲットと合わないものを卸に回すっていうところがあるんじゃけど、やっぱり、卸を一回その大手のお店から買うのと、その大手のお店が自分のところでそのまま値付けするの。では2000円で大手が買うものを卸で3000円で出しとったとしたら、倍付けしても、それを買った個人店は6000円になるし、大手は4000円になる。この構図っていうのはあると思います。まあしかもここでそもそも相場っていうのはどう計算するんだっていうところにも一つわしは気になるところがあります。相場、例えばネットで見よって6000円、7000円、1万5000円ってこう価格が3つあったとしたら、なんとなく6000円、7000円、6500円ぐらいが相場かなみたいな方に引っ張られると思うけど、まあ平均値っていうんだったら、その3つを出して6000円、7000円、1万5000円じゃからいくら、1万3000円、2万8000円じゃから大体9000円弱ぐらいになると思うんじゃけど、それがまあ平均っていう意味の相場で言うとそうじゃと思うんじゃけど、まあ相場っていうのはなんとなく今これだけネットで情報がありふれてる時代で、 Google 検索して叩いて出てきて何個か見た中の価格が安い方のなんか平均値みたいなイメージが消費者の中でもあると思うし、価格が安い相場より、まあ仮に相場があるとしたら、その相場より安いお店を良心的なお店というこの状況というかは、いく
かがなものかと。まあ、わしは個人店側じゃからだいぶポジショントップにはなってしまうんじゃけど、そういうところは、わしも、価格が安いお店を良心的なお店ってついつい言ってしまうところはあるんじゃけど、価格が安いお店は果たして良心的なのかっていうところは正直あると思うし、昔ながらの老舗の方が意外と安い価格をつけとる傾向ってあると思うんじゃけど、本当にもう80超えたおじいちゃんがなんか昔ながらの価格でお好み焼きやっとるみたいな店って、すごくこう重宝されがちじゃけど、今では小麦の価格だったり、まあいろいろなものが上がっとる中で、もう私たちは別にもうなんか趣味程度でとか、生活できればいいからちょっとこう昔の価格でやってますみたいなのが仮に古着に当てはまるんだとしたら、本当に今後の古着屋の目、新しい目みたいなものを積む可能性もわしはあるんじゃないかなと思っております。話はそれたんじゃが、古着は誰かが作ったもの、誰かが着た、着古したものを再び仕入れてエンドユーザーにお届けするビジネスになっております。そんな中で物をゼロイチで作ることはねえけど、基本的に仕入れをする、在庫を持っておくってことが一番の、他のブランドとはかなり大きく違うところ。そのもちろんセレクトショップも在庫を持つんじゃけれども、古着はある時に買っとかないと買えないっていうので、やっぱりこうどれだけディーラーだったりとか買い付けに行ったりだとかで、こうコンスタントにお金を使えるかっていうのが、まあいい商品を引き出す上ではすごくこう大事なところになってくるんじゃけど、やっぱりそこに継続的にそのディーラーだったりとか仕入れ元にお金を落としていくっていうことは資金力っていうのが大事になってくるんじゃけど、まあ各言うわしみたいな個人だったらそんなにね継続的に極力買おうとかいい付き合いができるように頑張ろうとはするけど、そこが難しいっていうのと、あとはユニクロがなぜ安いかっていう理由の一つにスケールメリットっていうのがあると思うんじゃけど、大手さんっていうのは本当にこう一個一個選別もせずにドカーンとベールでもう海外から直接輸入することで一個あたりの単価を下げとる。わしみたいな個人はどうしてもそういうなんじゃろうドカーンと買った時にもうこりゃさすがに売れんでっていうものとかをまあ捌く能力っていうのがないから、どうしても一個一個ピックアップしなきゃいけない。そってなってくると一個あたりの単価が上がってくるっていう構図があるので、ただ安く買えればいい人っていうのは個人店は基本的に合わないし、まあ C2C のプラットフォームメルカリなんかがあるこの時代では消費者から直接買う、まあ消費者もある程度相場感を調べた上で値付けはするじゃろうけど、まあそこで利益を取るのはメルカリだけっていうところにはなってくるから、まあ C2C のフォーマットを使うか大手を使うっていうのが一番安く原理的には構図的には買える方法になると思います。そして二つ目の高いと感じたらそのお店とお客さんの需要と供給が合ってない。これはいいとか悪いとかっていう話ではなくて、ただシンプルにそうっていう話じゃと思います。ポジショントークじゃなって捉えてる人もおると思うんじゃけれども、お店側の目線に立てば、もちろん仕入れ値があって、どれだけ相場があっても、じゃあ1万円が相場ぐらいのものがあったとして、それがもう、なんじゃろうか、まあ8000円で仕入れたとしたらさ、やっぱ1万円で値付けするっていうのは、まあ現実、もちろんできるんじゃけど、まあ一般的な古着屋の粗利っていうところを考えるとかなり難しい値付けにはなってしまうので、一つに、やっぱりそのものが高いと感じる理由には、店側の都合ではあるけど仕入れ値の高さがあったりする場合がある。そして仕入れ値が一概に高くなかったとしても、その価格で売られてる商品に対してエンドユーザーが高いと感じる。前もね、前勤めとった会社で動画にしてすごいこうなんじゃろうか批判を浴びたりした。まあそんなに別に実際批判多くなかったんじゃけど、まあ批判が多いように捉えられてしまうような動画に最終なったかなって思うものがあったりして、高いと感じて時点でこっちの顧客ターゲットに合ってないよみたいな話を過去にしたことあるんじゃけれども、その服の価格っていうのはわしはお客さんにこの価格で買ってほしい、この価格を通して価値を伝えたい、この価格じゃからこそわしもできるサービスがある、何か伝えられるものがあると思って値付けをするので、まあその商品に対して高いと思う方は別にいい悪いではなくて単純に合わないよっていう構図があるんじゃないかなと思います。じゃから古着が高くなる安くなる理由っていうのは、まず一つに大手個人で買い付けられる資金力だったり、一回に買える物量っていうのが異なるから、どうしても一点あたりの古着の単価になると大手よりも個人店の方が高くなってしまう構図が圧倒的にあるっていうこと。そして相場というものはどうやって測るのか、これは本当に正解の方程式があるんじゃろうかわからんのじゃけど、相場というものは本当にこう感覚的なものじゃと思うから、改めてまあ相場っていうものは何なのかな、そもそも気にする必要があるのかなっていうのは一つ考えてみてほしいのと、高い、このお店高いと感じた場合は、そのお店が売りたい客層ターゲット、そのお客さんが買いたい価格感っていうのが合ってないから、単に需要と供給が合ってないだけなんで、自分にとっていいお店をもう変に自由に選べる時代なんで、自分で選んでいきましょうっていうところじゃねえかなと思います。そしてこんなこの時代に
独立しようとしていて、資金力も限りなく低い。まあ、ルートの強さもわしがならではのできるルートはありはするんじゃけれども、そんなにルートに圧倒的な強さがあるわけじゃない。わしが何で差別化できるのかってなったら、やっぱり重いじゃねえかなと思って昨日のショートを上げさせてもらったんじゃけど、その中、ショートの中ではね、パンツをリペアしとる動画を上げさせてもらって、まあ、このパンツ高いと思いますか、安いと思いますかっていう動画を上げさせてもらったんじゃけど、やっぱりショートっていう1分以内っていうこう制限がある中で見てもらった方はもしかするとその根付けを成立させるためになんかリペアをしとる。なんかリペアをしとるから高くていいんじゃろっていう風に映ってしまったんじゃねえかなと思いました。まずあのショートで上げたパンツはリペアをする段階からあの価格にしようと思っておりました。その理由の第一には先ほども述べた仕入れ値の高さというかな。仕入れ値がこのぐらいじゃからこのくらいはっていうのがわしの中であるから、まあ直すこと直さないことを抜きにしてもうこの価格では売りたいし、この雰囲気、日本の50年代、40年代ぐらいのジョッパーズワークパンツなんじゃけど、コーデュロイ素材でこの色合いのものとかもなかなか見んし、なんて言うんじゃろ、コーデュロイって結構バタ臭い土臭いイメージになりやすいんじゃけど、ちょっとこうまあだいぶこうツヤ感なんかは消えてしまったんじゃけど、色気のある品のあるこのなんじゃろボルドーカラーのコーデュロイ、もうこの段階でわしはこの価格で売りたいっていうのを決めた上で、その後に昨日の動画を撮って、あ、実際こうフィッティングとかスタイリング組みよる中で足引っかかるな、ポケットに物を入れたら穴から抜け落ちてしまうタワーっていう経験があって、その後にこうチクチク直したんで、まあ別にどう捉えてもらっても構わんのんじゃけど、価格を成立させるためにリペアをしてるわけじゃないっていうところは、まあ一部の方には分かってもらえたら嬉しいかなと思います。そして差別化する上での思いの中身なんじゃけど、やっぱりブランドに頼ってしまうと大手と競合してしまう。有名ブランド、パタゴニア、LLB、ラルフローレン、ブルックスブラザーズ、リーバイス、チャンピオン、もうその辺行ったところでは、やっぱり仕入れれる強さっていうところも影響してくるし、まあ単純にわしが好きじゃないっていうところというか、あんまり興味がないっていうところが大前提ではあるんじゃけれども、まあそういうこうブランドに依存、まあ仮にわしが好きじゃったとしてもそこで戦おうと思ってもなかなか戦えないし、もうそこが、そこにおけるさっき挙げたようなブランドがいいラインナップで揃っとるっていうお店はもうすでに存在しとるので、わしがわざわざ個人になってまでやる必要はないなと思ってるから、やっぱりこうブランド、今回わしが買い付けとるもので、もうわしも初見のブランドばっかりじゃったりするし、皆さんが知っとるブランドなんてほぼほぼない。知っとってもいやそんなアイテムあったみたいな、そういうところじゃねえかなと思います。唯一知っとるものといったら、まあこれわしもちょっと意外な意外なというか、もうわしが今回仕入れたラインナップでメジャーどころ、まあメジャーどころといえば別にあるっちゃあるんじゃけれども、なんか古着好きの人がなるほどねと思ってくれるのはこのラルフローレンのシャツ1枚じゃねえかなと思います。ただこれもラルフローレンじゃからっていうのはもちろんこう買い付けとる段階でこう目にはしとるけど、まあこの単純にこのペイズリー柄が可愛いなと思って買い付けた商品になってるから、別にラルフじゃからとかっていうのはもう基本的にあんまり気にしてねえけど、なんかどういう面白い提案ができるか、どういう面白いスタイリングができるか、これがお客さんの手に渡ったと仮定して、どういうこうなんか喜びだったりとか、なんか手に取ってもらうまでのこうストーリーだったりとか、手に取ってからのストーリーをどうしたらこううまく組み立てていけるかなっていうところを私は考えながら、買い付けをしております。やっぱりね、資金力でも勝てないし、なんかどこでこうやって差別化していくかっていうのは私なりにこういろいろ考えてるんじゃけれども、まあこのアイテムに関しても、これはね、まあ買う時によく見て気づけって話なんだけど、買った後にこう見てみるとね、襟のところが結構穴が開いとって、ボコってね、あ、写真入れとこう、ビフォーがこんな感じじゃったから、これもわしがチク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 消してうまくはないんじゃけれども、ちょっとリペアを加えとるのと、ボタンがね、この上部分2つなくてフィッティングしとる時に割れてしまって2つボタンがなかったから、それも付け替えております。わしはやっぱりこう古着を買い付けていく上で、さっき重いって言ったんじゃけど、一回必ずわしが来てちょっとこう動作を加える、まあちょっとこう近く軽く散歩行くぐらいの着用を必ずするようにしとって、その上でこう何か支障が出る。やっぱり古着じゃから、なんかこう動作を加えたらほころびが生じてしまったり壊れてしまったり、まあこのシャツみたいに実際フィッティングしただけでボタンが割れてしまうっていうのは、やっぱり自分で袖を通して自分で体感してみないと、お客さんが手に取ってからそうなってしまったら、たとえ古着じゃから分かってると言っても、何かしらこうがっかりした思いが感じさせてしまうから、そこはなんかもしかしたら買った後に怒ってしまう可能性はあるんだけれども、そこは極力わしも一回
腕を通して足を通して被ってみて着てみて、皆さんに提案できたらなと思ってやっております。その上でこのシャツはやっぱりまあわしの下手くそな直しがある方がええんかない方がええんかは人によるんかもしれんのんじゃけど、まあここが穴が開いてる状態よりかはまあわしのちょっとこう、不器用なリペアであっても施されてる方が長く着てもらえる、そういうところをこうお客さんと話しながら大阪のポップアップでは手渡すことによって、なんかこのラルフローレンというまあメジャーなブランドのシャツではあるんじゃけれども、なんかまた違った感覚で柄物のシャツとしてこれからの季節にも楽しんでもらえるアイテムになるんじゃねえかなと思って手を加えさせてもらいました。まあこうやっていくとね、手を加えることがわしの価値じゃみたいな感じで捉えられるかもしれんけど、これもまあある程度イメージがつくことは大事なんじゃけど、手を加えてないと売れないみたいな感じになっていくと、わしは個人としてもまた難しさに立たされるわけよね。一個一個の洋服、まあ基本的には仕入れたものを仕入れたままその状態で売れるっていうのが一番効率がいいわけよね。じゃけどそこにこう今はある程度時間があるからこう手を加えたりとか、まあちょっとこうもちろんアイテムもね、これは穴が開いてるけどここは直さない、これは直した方がいいと思う。さっきのパンツでもやっぱりこう着用する上で差し障りが出て、実際こう足を通そうとする皆さんのこう手に取ってくれた後の日々の生活を想像した時に、ここがあるとなんかネックになって金くなってしまうかもしれんな、そういうところは極力まあどんな状況下であっても直せるようにしておきたいなとは思っているんじゃけれども、一番古着において効率がいいのは買ったものを買った状態そのままで売れるのが一番ええわけじゃけれども、そこがもう絶対的になければ他家の店への価値がないみたいになってしまうと、それはそれで難しい局面に立たされるので、本当に難しいバランスじゃなぁと、わしは思ってますが、今はできる限りのこと、やっぱり個人になって資金力もなければ会社の後ろ支えもないし、その時のお客さんがそのままついてきてくれる保証なんてどこにもない、そんな中でわしという人間に服を返して会いに来てもらえる、服もありつつわしという人間もありつつで物を見てもらえるのが一番わしは嬉しいなと思うし、そういう人々に物を届けていけたら、たとえわしの服を見て高いと思う人がおったとしても、そこに対してわしという人間を当てることによって、もしかしたら、意外と高くないかもなって思ってくれるかもしれない、その可能性にはわしもかけとるし、先ほど単純にこうターゲットと需要と供給が合ってないんだよって言ったけど、そこは切り捨ててしまう部分も申し訳ない、個人じゃから少しはあるんじゃけど、ただ 100% 切り捨てるのではなくて、ちょっとここまでは頑張りますとか、なんかそういう範囲内が頑張りますって言うとちょっと上からみたいになってしまうんじゃけど、やっぱり頑張っていかにはどん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 尻すぼみになってしまって、やっぱりまあビジネスとしても立ち行かなくなってしまう、成り立たなくなってしまう、単純に利益だけを追い求めてやるんじゃったらやっぱり服なんてやる必要がないっていうところで、そこのバランス感は難しいんじゃけれども、やっぱりわしは個人として初陣というところで、やっぱそこでできることは極力やっていこうと思って今回商品の準備をしております。その他じゃったら今日も帽子の裏地が破れとったからね、変な変わった素材じゃからなんか難しいなと思いながらも、なんかまた不器用な感じじゃけれども、チクチク直したりとか、そういう手を加えたりもしているものも一部あります。ただ全部ではありません。それはやっぱり手に取ってくれた後の、スタイルを想像して、これはちゃんと説明した上でこういう風に着てほしいからこれは直してないっていうものだったり、そこがちゃんとこう説明できる前提であるようにものを紹介したいなと思いつつも、やっぱりこう買った時の状態だったりブランドだったり、他でなかなか見られないんじゃないかなと思うものだったり、そこのラインナップの面白さだったり、アイテムをこう実際にまとうことでそれをどういう風に組み合わせるかっていうところも、わしができるこう差別化の一つ、思い以外のところで言うと、あ、こんな洋服あったんじゃ、こんな洋服今まで普通のお店じゃったらなんかもう普通に楽でピッピッって見ていく中でスルーしとったけど、なんか他家に勧めてもらえるんじゃったらこれはなんか改めて着れるかもしれないな、そう思ってくれたら嬉しいし、そう思わせたい、そう思ってほしいと思う洋服を、今回もこれからもおそらくわしはセレクトしていくことかと思いますので、まあちょっとこう古着の高い安いのところから、わしの古着に対する思いみたいなところにちょっと変わっていきはしたんじゃけれども、古着において高い安い構図っていうのを最初にお話ししながら、わしの服がまあこの価格になっているっていうショートの動画は、別にこう高くするためにリペアをわざわざ下手くそなくせに施しているっていうわけではなくて、やっぱりこの価格で売りたいという、まあわしがこう伝えたい思いっていうのは、あの動画だけではなかなかこう全て賄いきれんかったところじゃけど、それは実際にわしはポップアップで物を見てもらおうと思ってるから、そこで必ず皆さんに伝えたい思いとか、着こなしてほしい着方だったりとか、こうやってあなただったらこう組み合わせたらいいんじゃないかなっていう思いが一つ一つに必ずありますので、そういったところを楽しんでほしいなと思うのと、価格の高い安い、ブランドにおいてはわかりやすいと思うんじゃけど、古着っていうのは本当に、オープン価格というか、
定価がない中で、どのくらいの価格が相場なのか、相場というものはそもそもどうやって測るのか、その人のライフスタイル、生活水準によって高い安いの感じ方、もう生活やライフスタイルが一緒でもその時の気分で高い安いの感じ方ってそれぞれあると思うんだけど、高い安いの構図だったり、どう何をもって高いと感じるのか安いと感じるのか、皆さんの感じ方も教えてもらえたらなと思うし、改めて今一度高い古着安い古着を何で判断しているのかな自分はってちょっと考えてみるきっかけになってもらえたらなと思いますし、2月の23、24、25と大阪玉造の古着屋さんジエンドさんでわし初めてのポップアップを開催させていただきます。23日の19時からはオフ会も予定しておるけ、みんなに会えるのを楽しみにしてます。服のことをもうね、これでもかもう喋らんでくれ、まあ、もちろんね、あの喋りたい人喋りたくない人っていうのはある程度ちゃんと見抜いて、あの合わせるつもりではあるけど、極力わししかできないこと、わしができることを精一杯やろうと思ってますんで、皆さんとお会いできるのを楽しみに待っております。よろしく。じゃあほんなんな、最後まで見てくれてどうもありがとう。じゃあ無限アパレル、通称無限アパは知識だけじゃないファッションの楽しみ方を発信しとるチャンネル。じゃあよかったら高評価とチャンネル登録もよろしくな。そして隣に座ってくれる人も募集しとるけーな。ほんなんな。